多いんじゃないでしょうか。次は津市小学校の3年生の児童の方々による光の落書きの上映です。来ました、これが噂の光の落書き。はい、普通校舎に落書きをしたら怒られるんですけれども、光の落書きをもう興奮していただけるということで人気を博しております。この光の落書きなんです。大人の作品もとってもいいんですけれども、子供たちの世界が昨年も強烈なインパクトを残しました。津市小学校3年生の子たち見てるかな、見てますか。イエーイ、ありがとうございます。ということで、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、シャッターチャンスお見逃しなく。はい、お待たせいたしました。早速見ていきましょう。どうも